春日さん。おお、リリカちゃんじゃねえか。休憩か。はい、ちょっと外の空気でも吸おうかと。あの、もしよろしければ付き合ってもらえません？え、俺？はい。たまには二人で話したいし。ダメですか？そんなことねえよ、大歓迎さ。よかった。春日さん、ついにうちで紹介できる全職種を経験されましたね。なあ、一度きりの人生、いろいろと挑戦してみたくてな。面倒かけてすまねえな。面倒なんてそんな、仕事ですので。でも本当にすごいことですよ。私が担当した方の中では少なくとも初めてです。そうなのか。まあでも別に褒められたことでもねえだろう。いえ、これは褒めるべきことですよ。私はその人の能力に合わせて職種を紹介しています。全ての職種を私が紹介し経験されたということは、それだけ人間的能力的に優秀だという証拠です。本当か。リリカちゃんにそう言ってもらえるとマジで嬉しいな。ん？なぜですか？だってよ、リリカちゃんお世辞も嘘も絶対言わない人間じゃねえか。そんな人がすげえって言ってくれたってことは本当にすげえってことだろ。だから嬉しいのさ。春日さん、リリカちゃんはたとえ言いにくいようなことでも事実だったらズバッと言ってくれる。俺もここに通いたての頃はいろいろきついことも言われたしな。すみません。いや、俺はそれにすごく感謝してるんだ。リリカちゃんのおかげで夢見がちで世間知らずだった俺は現実に向き合うことができた。だからこそ自分の能力や経歴を見つめ直して自分を磨き直そうって気になれたんだ。あそこで甘やかされたままだったらずっと夢見がちなだけのバカで終わってたと思う。感謝してるぜ、春日さん。ありがとう。私仕事では結構きつく当たることが多いので、感謝されることってほとんどないんです。まあひどい言葉を吐かれるのには慣れてますけどね。だからそんな風に思ってくれてるの春日さんくらいだと思いますよ。そうか、みんな感謝してると思うけどな。言葉にしないだけだろう。え？確かに愛想笑いを浮かべてお世辞言ってた方が一時的な客受けはいいかもしれねえけどよ、甘やかしたところでそいつの人生が好転するかといったらそうじゃねえ。本当にそいつの将来や生活のことを考えてるからこそリリカちゃんは俺らに厳しく接してくれてるんだろ。辛い目にあっても嫌なことを言われても心を鬼にして俺たちを現実に向き合わせようとしてくれてる。リリカちゃんは最高の仕事をしてくれてる。みんなを代表して言わせてもらうよ。本当ありがとうな、春日さん。リリカちゃん、ありがとう。本当に嬉しい。誰かに分かってほしいなってずっと思ってたんだ、私。だから本当の思いを春日さんに分かってもらえてすっごく嬉しいよ、リリカちゃん。春日さん、もう少し二人でいさせて。春日さんには、春日さんだけには本当の私を見てほしい。本当の
リリカちゃん。うん、本当の私。リリカちゃん。素敵な時間をありがとう、春日さん。なあ、こちらこそ。一応言っておきますけど、春日さんだからですから。誰にでもこんなことする人間じゃないんです。誤解しないでくださいね。もちろん分かってるさ。嘘をつかない、それがリリカちゃんだもんな。これからもいつでも顔出してくださいね。春日さんが分かってくれてる、それが私の一番の原動力なんですからな。あ、それじゃ。ハローワーク最高。